いやこれ、なんかカメラがあるね。これなんだ？ビデオカメラだね。レンズはドアの方を向いてるな。電源が入ってるよ、これ。ドアなんか映して、一体どうしようって言うんだ。ドアにはなんか、番号がありますが、これはわかりませんね。まあ、案の定開かないでしょうしね。ダメだ、びくともしない。そうだね。ここに座ってたのかな。わ、血がついてる。椅子に血がついてるね。これって足元に転がってるこの男の、ああ、おそらくな。そんなもんか。他に得られるものはないか。こいつは一体、どういう、なんか、ゼロとどういう関係なんでしょうね。オルゴール。手動式のオルゴールだな。ハンドル回してみよう。なんか変な、なんだこの音。壊れてる。シリンダーに植え付けられたピンが変な形をしてるな。ピンっていうよりも板みたいな形をしたやつがいくつかあるね。もっと詳しく調べるには分解する必要がありそうだけど。分解。分解してますか。シェードランプだね。明かりはつかないか。特に変わったところは見当たらないけど。あー。これ、待って。この、あーなんか、机が、机てか、引き出しがついてるかなと思ったけど。ついてないですね。これは、ここで監視してたってことか？なんだこれは。なんでこの紙は。何かの暗号か？数字とアルファベットによって構成された文字列が4行並んでいる。それぞれ0から始まり、8FNY で終わってる。もしかして進数と関係があったりとか、あー、なるほど。わかんねえな、俺。そういうの。まあいいさ。まあいいさ。これね。このモニターには大病室の様子が映し出されている。Cデッキ、大階段。大病室。通路。あー、まあでもそんなにたくさんあるわけでもないな。わけのわからないスイッチがたくさんついているな。おそらくモニターの映像を切り替えるための装置だと思うが。操作の仕方、わかる？とりあえず適当にスイッチを押してみるか。ポチッとな。すると。はぁはぁ。あ、でもなんか上に映ってるさ、これってあのさっきのビデオカメラと連動してるのかな。なんだこれは。このモニターに映ってるのは俺たちの後ろにあるドアじゃないか。ほんとだ、そうだね。あのビデオカメラで撮られてる映像がなんか四つ葉の顔怖くないか、なんか。リアルタイムでこのモニターに送られてきてるってことか。何か意味があるのかな。で、下には、ZERO。ふ。順平が口元を緩めたのはこの部屋を訪れてから二度目になる。馬鹿にしやがってと。下段に並んだ4つのモニター。そこに示された4つの文字。Z, E, R, O。なんだか馬鹿にされているような気がしますね。真犯人に。どう思う？傍らの四つ葉に向かって尋ねる。すると四つ葉は、別に。釣れない返事。まあ無理もない。今の彼女の心境を思えば答えが返ってきただけでも上等だろう。こんなのね。確かに。まあ腹が立つとかじゃないだろうけど、もうほんと、あっそぐらいの感じだろうね。それでも順平は、聞かずにはいられなかった。重ねて問いかける。死体の方を指さして、じゃあこの男のことは、本物のゼロだと思うか。四つ葉は力なく首を振り、思うわけないでしょ。私言ったはずだけど、ゼロは私たちの中にいるって言ってましたね。ああ、そうだったな。ね、この男について考えるのも大事かもしれないけど、今はそれよりも、この部屋から脱出することを優先しない？いや、だが、お願い。時間を無駄にしたくない。四つ葉が嘆くような眼差しを向けてくる。今にも泣き出しそうな瞳。そんな目で見つめられては、うなずかざるを得なかった。
俊平は言った。ああ、わかったよ。心なしか、四つ葉の口元がにやりと緩んだような気が。何？ちょっと怖いなぁ。やめてくれよ。怖いことすんのはやめてくれよ。この部屋はじゃあもういいかな。もうこんなもんだよね。そう、なんかビデオカメラが怪しいっていうことぐらい。どうやらこのカメラで撮られた映像が背後のモニターに映し出されているようだが、試しにレンズの前に手のひらをかざしてみた。振り返ると、上段中央のモニターに自分の手相が映っていた。純平、生命線短いね。余計なお世話だ。そんなの関係ないのさ。まあまあ。あ、じゃあ他の部屋行こう。ていうかさ、ちょっと待って、今気づいたけど、まあいいか。ちょっともう一回も部屋戻っていいですか。純平くん何をしている？あ、こっちじゃない、こっちじゃない。戻っても意味がないだろう。それよりも、この通信室と隣の、船長室、二部屋を調べた方が、得策だと思わないかね。その通りでございます。なんかこの奥に部屋っぽいのない。あ、これ窓か。ここもともとはドアだったみたいだな。鉄板が打ち付けられていて開かないが。鉄板がなくても、机が邪魔になって通れないよ。まあ、机なんかどかせばいいだけですけど、鉄板がついてたらね、無理ですね。これは。精密ドライバー。あ、これ使えばさ、これ。よし、このドライバーでオルゴールを分解してみよう。それと、シリンダー。これは、オルゴールのシリンダーだな。ピンと扇形の板のようなものがついているが。よくわかりませんね。それが何だというのか。インク。インク調べよう。インクの瓶だな。中にはたっぷりとインクが詰まっているようだが、インクを使うような場面が来たら、考えますか。これこっち側って開かないのじゃん。あ、こっち側開かないんだ。いろいろな、電信に使う装置のようだ。怪しいところは特にない。そうですね。この辺は装置ばっかりと。これは、装置から伸びたケーブルの先が机の左端に接続されている。どういうことだろう。開けてみりゃわかると思うけど、ヘッドホンだな。何も聞こえへん。大元の装置が壊れているのだろう。これが、モールズ信号を打つための機械だ。さっき SOS を打診してみたが、打電してみたが、まあ無駄だろうな。そんな装置をゼロが活かしておくわけがない。ってことは壊れてるってことか。ああ、機能は生きているか。ただ、何を入力しても外部へは送信されないというだけで。おー。なるほどね。なんか意味があるのかな。なんだろう。メモ用紙か。見たところ何も書かれていないようだが。何も書かれてない。あ、インクと組み合わせてみよっか。これで、何あれ、このシリンダーにインクをつけてと。あ、そういうことだったのか。うわ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 、もう。何にもなくてさ、ずっと探してたんですけど、これが何なんですか。なるほど、シリンダーにインクをつけたのか。ああ、こいつを紙か何かの上に転がしたら、おー、なるほど。ピンの方は点として、板の方は線として、紙の上に現れるはずだ。これはちょっと、紙ならこれがありますね。多分俺の推測が正しければ、このインクのついたシリンダーを紙の上に転がすことで、モールス信号表、狙い通りというわけが、紙の上に点と線が描かれているな。おそらくこれはモールス信号の符号だろう。点の方は、端点を
線の方は頂点を表している。いわゆるトン通というやつは全然わかりません全然わかりませんけども、これを使えばなんかその手元にはモールス信号の符号が記された紙切れがある。変化が起きましたね。この通りに打電すればきっと何かが。よし、とりあえずやってみよう。ん？ん？押す？トン。トン。トン。おー。あ、なるほど。トン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 。ツー。ツー。ツー。トン。トン。トン。これで、打ち込みます。すぐ下の方でカッチリと音がした。すごいじゃないか、純平くん。どうやら正解のようだ。引き出しのロックが解除されたみたいだ。あ、これによってコードが繋がってたこの引き出しが開くようになったと。で、引き出しの中には、赤いファイルが入っていた。赤いファイル。手に取って眺めてみる。背表紙のところにはこうあった。ん？アリス？オールアイス？ああ、オールアイス。アリスって書いてあるかと思った。オールアイス。だが、L と I の間にスペースは見当たらない。オールアイス。ということは、アリスじゃないこれ。違うか。でもアリスって、違うか。純平は首をかしげながらも、ペラペラとページをめくってみた。そこに記されていたものは意味不明な文字の羅列だった。象形文字というやつだろうか。鳥や蛇や昆虫、角の生えた動物、羽のようなもの、ひざまずいた人間らしきもの、それらを模した無数の記号が、びっしりとページを埋め尽くしていた。どういうこと？なんだよこれ。思わずつぶやく。すると傍らから覗き込むようにして一宮が、一宮さん解読できんの？ヒエログリフだな。古代エジプトの文字だよ。古代エジプトの文字？そうだ。読めるのか？ああ、もちろん。え？なんで？読めるわけがないだろう。なんだよ。そんなもの。なんだよ。純平は軽く肩を落として、さらにページを進めていった。ヒエログリフが書かれていたのは、1ページ、2ページだけではなかった。ファイルに閉じられたすべての紙に、それは印刷されていたのだ。これではどうにもならない。何の役にも立たないぞ、これ。諦めてファイルを閉じようとしたとき。ページの間から何かが落ちた。拾い上げてみるとそれは、お！カードキーだ。これなんだっけ？オスのマークみたいな。表面には土星や水星のカードキーと同じような簡単なマークが書かれている。オスの記号の円内に点を打ったようなマークだ。ウランです。天王星のマークだな。これ初めて見るよね。こんな場所あるんだ。どこにあるんだろう。一宮はそう言った。カードには他にも3つの英単語を刻まれていた。ボトム、デック、ライブラリー。右下のところにそう書いてある。ボトムデッキには図書室みたいなものでもあるのだろうか。え、ボトムデッキに、そんなものあったっけ？いずれにせよ、この場でどうにかなるような問題ではなかった。純平はカードキーを強く握りしめ、ポケットの奥へとねじ込んだ。はぁ。あ、まだなんかあるじゃん。特殊な鍵。これ使えば、これ使えばいけるんじゃないでしょうか。ここ。電子ロックの制御装置だ。右下に鍵穴らしきものがついている。さっき手に入れた鍵を使えばきっと、来た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 。見て、純平。表示板にマイナス記号が、8つあるな。入力する文字は8桁ってことか。わかりそう？
なんかヒントはないのかい。お神数表ぐらいか。あ、やっぱアリスじゃねえかよ。アリスに関する資料。アリスって書いてあるもんね。オールアイスじゃないよね。セットが35で、E が14で、R は27。で、O が24か。でしょう。これ通りで行くならそうですね。じゃあ入力してみましょうか。はい。35。14。27。24。どうかな。ちょっと最初のやつがむしろ不安なんですけど。お、来た来た、よかった。よし。成功だ。やるじゃん、ジュッペ。お、ヨツバがこんなに喜んでくれるなんて。聞こえたよ。どうやらロックが解除されたようだね。でっかしたぞ、ジュンペ君。さあ、行こう。行きましょう。このビデオ、このカメラ何の意味があったの、これ。船長室を出ると、そこはいつものように通路になっていた。L の字を左右反転した形の通路だ。純平は角を左に折れて、長い直線通路へと飛び込んでいった。走る、走る、走る。通路の果てには一枚のドア。これ今までのエンディングと違うよね。この感じは、そこを見かけてまっしぐらに突き進んでいく。その時ふと、通路の途中に張り紙らしきものがしてあるのを見つけた。さあ、どうなる？なんだろう？慌てて、ん？急制度をかける。あ、止まったんですね。バタバタと床に両手をついて引き返し、純平はその紙をひったくるように剥ぎ取った。見ると、それはマップだった。A デッキの船内マップだ。はぁ、はぁはぁはぁ、どうした？追いついた一宮が声をかけてくる。これがマップ？純平は何も言わずに手元のそれを一宮に見せた。すると一宮はふむりと、うなずき。なるほどな。一言だけこぼして再び足を振り上げた。通路の彼方に向かって走っていく一宮。純平は船内マップをポケットにしまい、すかさず一宮の後を追いかけようとしてけれどもう一度足を止めた。てか、四つ葉来てる？あれ？四つ葉はどこだ？振り返る。しかし四つ葉の姿は見当たらない。たく何やってんだ、あのガキンチョは。軽く悪態をついて首を振り、純平は来た道を戻った。角を折れると、四つ葉の姿はそこにあった。船長室のドアの前。彼女は後ろ手にノブをつかみ、ドアをカチャリと閉めた。何やってたんだよ。別に、別にって。あ？四つ葉はパーカーのポケットのあたりを、なんか持ってんな。手のひらで押さえてた。左右二つのポケットをそれぞれ、左手と右手で、なんだよそれ。何が？ポケットの中何か入ってるだろう。なんか万引き、万引き G メンみたいな、目つきになってるぞ、純平。ああ、これ？これはそのままちょっと出しなさい、ポケットから。取ったもん出しなさい。なんだろう。よくわからないや。は？いいから、早く行こう。怪しいな、四つ葉。四つ葉はそう言って走り出した。純平の脇をすり抜けてかけていく。その背中に目が止まった。パーカーの襟元、太い木の棒が頭を覗かせていた。おい、四つ葉。お前背中に何突っ込んでんだよ。四つ葉は答えなかった。
何も言わずにカードを折れてその姿を消した。ちょ、待て。棒って何？ちょ、気になるな、棒ってなんだ？順平。順平は頭の中でもやもやとした塊を振り払い、四つ葉の後を追った。何してるんですか？通路から外に飛び出すと、そこは大階段のあるホールだった。事前にマップを見ていたため、驚きはさほど大きくはなかった。一宮の言った、なるほどなという一言も、おそらくこのことに気づいたためにこぼれたものだったのだろう。さて、あたりにはその一宮の姿が見当たらなかった。順平は手すりから身を乗り出すようにして、眼下を覗き込んでみた。いた。一宮だ。しかも、一宮だけでなく、サンタ、紫、セブン、ヤシロ、あ、全員揃ってんの。4人の姿もそこにはあった。順平と四つ葉は顔を見合わせ、急いで階段を駆け降りていった。あ、よかった、みんな生きてる。Dデッキに降り立つ。と同時に、順平くん、四つ葉ちゃん。あ、あれだ。9番のドアが見つかったって言いたいんでしょ。何かあったらしい。その、蒸気した顔つきを見れば明らかだった。どうしたんだ？こわごわと探りを入れるように尋ねてみる。すると紫は興奮冷めやらぬ様子でこう答えた。あったんです。何が？見つかったんですよ。だから何が？最後の扉が、9の扉が見つかったんです。そうですよね。紫たちが行った場所には9の扉が2つあったはずだから。なんだって？とにかく行こう。ついてきてくれ。事情は道すがら説明してやる。ああ、わかった。セブンが階段を駆け下りていく。続けてサンタとヤシロがその後を追い、さらに一宮と四つ葉が彼らの足跡を辿った。いよいよですね。いや、いい感じじゃん。誰も死んでない。ただちょっと四つ葉の様子がおかしいというぐらいな。紫が言った。ああ、そうだな。順平は答えた。まだ自分の目で確かめたわけではなかったが、他の者たちが否定しなかったのだから、9の扉があることに間違いはないのだろう。順平の胸は激しく高ぶった。それは期待と恐怖の入り混じった高揚感だった。足がかすかに震える。武者震いだと開き直ってしまえるほど、順平は能天気な男ではなかった。ナンバリングドアの先へ進めるのは3人から5人まで。そうだよな。絶対争いが起こるよな。今行動を共にしているのは7人だから、少なくとも2人はあぶれることになる。ただ2つあるんですよ、扉は。2つあるんですが、どうでしょうね。無理なんじゃないですかね。一組しか行けないですよね、一組というか。順平は踊り場の時計に目を向けた。針は4時30分を示していた。タイムリミットまであと90分もあるんだな。その時、おい、順平紫、何やってんだ、早く来い。開花からせき立てるような声が届いた。サンタの声だ。行きましょう、順平くん。紫が下り階段に向かって飛び込んでいく。順平もすぐにその後を追った。ところが、Cデッキに降り立った時だった。不意に四つ葉がこんなことを言い出した。ねえ、二の扉は？ん？二の扉？そこには他の五人の姿もあった。一宮、サンタ、紫、セブン、ヤシロ。全員誘われるように四つ葉の方を振り向いた。セブンが尋ねる。二の扉がどうしたって？まだ調べてないでしょ。二の扉はね、まあ、なんて言えばいいんですかね。良くないことになりますよ。まだ調べてないでしょ？鬼の扉だけ。それよりも今は、9の扉の方に、そうだよ。行ってどうするの？出るんだよ、ここから。9の扉があるところに行って、どうするの？7人全員じゃ、その先には進めないよね。でしょう。確かに。だったらそこに行く前にやれることは全部やっておこうよ。それは確かにそうかもな。例えばジグソーパズル。隅を埋めてないのに真ん中のピースを置こうとするなんて変だよ。そうじゃない？
これはどうなんでしょうね、でもね。それとも何？このまま7人で、9の扉のあるところに行って、またいつものように誰が残るだの、残らないだのって不毛な議論をするわけ。バカの一つ覚えみたいにさ。2の扉の先を調べれば何か方法が見つかるかもしれないじゃん。全員で脱出するための方法が。いやー、どうでしょうね。そこに何があるのかはわからない。もしかしたら何もないかもしれない。でも調べないよりは調べた方がマシでしょ。違う？私なんか変なこと言ってるかな？何も言えないよ、これ。確かにその通りかもしれない。順平は言った。他の5人も静かにうなずく。さっき時計を見たとき、4時半だとまだ時間があるからってこと？たっぷりと時間があるってわけじゃないが、急げば一部屋ぐらいは調べられるだろう。そうですね。とりあえず行ってみましょう。そうですか？二の扉の方に。まあ、今行ったって全員は生き残れないからね。扉が2つあることは紫たちも知ってるでしょうし、それを踏まえた上でも、まあそうだな。二の扉の先には。でも何があるか分かってんだけどな。我々は相談の結果、探索のメンバーは四つ葉、サンタ、紫、セブン。ほう、そうですか。そのメンバーで行きますか。じゃあ行ってくるね。行ってきます。ああ、気をつけてな。そうか。かくして4人はエレベーターに乗り込み、ボトムデッキへと下っていった。後に残された順平、一宮、八代の3人。なんか、彼らだけで行くってのはちょっと不安がありますけども。4人を見送ってから間もなくのことだった。ふと一宮が言った。八代、ちょっと付き合ってもらえないか。付き合う？交際したいってこと？ちゃうわ。残念だけど私、子持ちなのよね。それでもいい？いやー、そういう意味ではなく、むしろ、付き合ってもいいのか。一緒に来てもらいたいな。いやーね、真に受けないでよ。お互いな。え、どこに行くの？ちょっとな、見せたいものがあって。おいおい、待てよ。俺はのけものか。いや、そういうわけじゃないさ。1と、8と、八代に見せたら君にも拝ませてやる。本当か？ああ、本当だと思う。怪しいな。全員で行けばいいじゃん。それを一人だけに見せるっていう意味がわからない。一宮はそう言って、人懐っこい笑みを浮かべてみせた。しかもさ、今気づいたんだけどさ、毎回八代殺されてんのよ。てか、毎回八代さ、殺されるのは結構みんな殺されてんだけど、毎回バングルー奪われてんだよね。だから、結構八代って大事な存在なんだろうね、きっとね。その、バングル的な意味で。8番のバングルが必要なんだろうね、犯人からしたら。これ一宮犯人説あるぞ、これ。分かったよ。それじゃあ好きにしてくれ。ありがとう。いいのか、連れて行ってしまって。八代は、いいわ。付き合ってあげる。4人が戻ってくるまでしばらくかかりそうだしね。え？助かるよ。それじゃあ行こう。一宮が歩き出す。八代はその後に続いた。ほどなく二人の姿は、ちょっと追いかけようよ。二人の姿は階段の前。左手の通路の中へと消えていった。はい。なになに？それからどれぐらい時間が経っただろう。やがて何の前触れもなくエレベーターのドアが不意に開いた。中から姿を現したのは四つ葉だった。四つ葉のみ。他の三人はどうしたんでしょうね。彼女は深くうなだれたまま静かにエレベーターを降りた。ドアが閉まる。他の三人はどうしたんだ？順平は四つ葉の顔を覗き込むようにして尋ねた。四つ葉は答えない。逆に問い返してきた。視線を背けたまま。一宮と八代は、ああ、なんかちょっとなんかどっかに行くっつってさ、どこ？順平はさっきの経緯を説明した。怖いなぁ。そう。それじゃあ二人は大階段の方に行ったんだね。四つ葉が蚊の鳴くような声で尋ねてくる。
ああ、だと思う。短く答えて、順平は続けた。それよりも、紫とサントとセブンはどうしたんだよ。なんで一緒じゃないんだ。教えて、欲しい。四つ葉の口元がにやりと緩む。不気味な笑み。思わずゾクッとするような。今すぐ逃げよう、順平。嫌な予感がする。順平はこくりと唾を飲んでいった。ああ、そう。それじゃ教えてあげる。これ。四つ葉はパーカーのポケットから何かを取り出すと、それを順平の足元に向かって無造作に放り投げた。視線を落とす。床を見る。そこには三つの鉄の塊が転がっていた。バングルだった。ああ、バングルを外せたってことは、その人の心音が止まってるということだから、みんな死んだってことだ。弱々しく声を漏らす順平。膝からガクリと崩れ落ちた。そんな、嘘だろ。嘘だ。脊髄を貫くような衝撃を覚えた。胸の底がひやりと凍える。指先の震えが止まらない。汗がダクダクと止めどなく吹き出しては、頬を伝え流れ落ちていった。目の前にはデタラメに転がった三つのバングル。その文字盤に示されていた数字は、3、7、そして、6。どういうことだ、四つ葉。最後にバングルを外す方法について教えよう。それは二つしかない。一つはこの船から脱出すること。もう一つは、心拍数がゼロになること。外に出るか、はめている人間の心臓が停止すれば、バングルは自動的に外れるようになっている。どうして？なぜ？順平は上ごとのように呟いた。四つ葉が冷ややかに答える。私はただ、お兄ちゃんの仇を取っただけ。お兄ちゃんは三の扉の奥に放り込まれて殺された。その扉を開くには、お兄ちゃん以外に少なくともあとは、二人必要。じゃあその二人って誰？組み合わせ的に考えたらサントとセブンしかいないんだよ。なるほどね。そうか。いや、待て。まだいろんな組み合わせはあるはずだけど、だから二人を殺したの。はい。なんでだよ。紫はなんで？なんで？だったらどうして紫まで？二人をかばおうとしたから。邪魔だったら。だから一緒に。は？そんな。順平は何度も首を振った。目の前の現実を振り払うように。かき消すように。ねえ、順平。ふと肩を叩かれた。振り返る。え？そこには不気味な笑みを浮かべた四つ葉が立っていた。まあ、順平は、そのニルスを殺したであろう、その、二人には含まれないはずだからな。仮面を貼り付けたような顔。口元は緩んでいるのに目は笑っていなかった。二つの瞳は死んでいた。腐ったように濁っていた。そこにいたのはもう、順平の知っている四つ葉ではなかった。行こう？四つ葉はそう言った。左手をこちらに向けて差し出しながら。二人で脱出しようよ。この船を出るの。何を言ってるんだ、お前。ナンバリングダーを開くには。うん、そうだね。さっきも言った通り、最低でも3人は必要。でもこれさえあるわ。言いながら再びポケットをまさぐる四つ葉。何かを取り出してみせた。またしてもそれはバングルだった。文字盤に一つの数字が浮かび上がっている。0。ああ、0と、4、そして順平の子。合計9か。そうか、殺した奴のバングルを盗めば、1人でも、2人でも、いけるのかな、ひょっとして。ああ、これ？これは、その、そういうことか。ね？わかったでしょ。0のバングルがあるから大丈夫なんだよ。私と順平の二人だけで9の扉を開けるの。お前でも紫殺したような奴と一緒に行けるわけないだろう。4+5+09。だからね、行こう。
ほら、早く。四つ葉がさらに前へと手を差し伸べてくる。純平は彼女の顔を見上げた。悪魔のようなその顔。なのになぜだろう。彼女の姿はどこか神々しい輝きに包まれているようにも見えた。そうか。鬼神のようでもあり、慈愛に満ちた聖母のようでもあり。純平、優しく問いかけてくる四つ葉。瞳の奥の闇は深い。ただじっと見つめているだけで吸い込まれそうになる。くらくらとめまいを覚えた。幻惑される。錯乱される。心がトロトロと溶けていく。純平、ちょっとあんまり、怖いなぁ。目の前に差し出された手のひら。柔らかそうな四つ葉の手のひら。え、純平はふらふらと誘われるように手を伸ばし、四つ葉のそれに自分のそれを重ねた。と次の瞬間、は、ガーッなんでだよ。純平はのたうち回った。暴れ回り転がり回り、もがき、身もだえ、もんどり打った。っていうか、そうか、斧を持ってたのか。持ち出してたのか、斧を。喉笛から血をほとばしらせるように、行くたびも叫んだ。元から殺すつもりだったってことか。泣きわめき、うめき、うなり。衝突のうなりを上げ、方向を奏でた。そして失念抜刀することしばし、やがて純平の中から力が失せていった。全身の感覚が麻痺していく。もはや痛みも感じない。感情もない。四つ葉、自我もない。意識は次第に薄れていき。ぼんやりと霞みゆく視界の彼方、遠ざかっていく四つ葉の後ろ姿が見えた。ありがとう。それじゃあこれ借りてくね。四つ葉は冷たい笑みを浮かべてそう言った。その直後、純平の意識はぷつりと途絶えた。後に残されたものは、ミイラのように干からびた、一つの袋だけだった。これ、そっか、四つ葉の様子がおかしかったのはこういうことか。一宮も若干怪しいけどな。ヤシロをなんかこう、誘ってたところを含めて、怪しい感じするけど、そっかー。